あゆ子の方から力を貸してほしいということでですね、願いがありまして庄内の方に移住してまいりました。やっぱりこういろんな方の応援とかいただきながら本当にこの地域の期待を背負ってるんだなというふうに実感してます。ちょうど2009年ですかね、出会いまして、政権交代のですね選挙中に一緒にテレビを見ていて、その加藤浩一さんがテレビに映っているその当選のですね放送を見て、これがお父さんだと聞きまして、正直もうびっくりしました。ただそこはやっぱ男らしくですね、びっくりさを隠しまして冷静を装っておりました。知らなかったですね。ちょっとびっくりしましたよ。政治的な戦略かと思いました。やっぱりこういろんな方からいろんなこと言われるんでですね、やっぱりこう精神的にも大変なところもあると思うんで、そういうところは支えてあげたいと思います。仕事のやりがいとかもあったんですね、非常に迷ったんですけれども、彼女のですね、その瞳の奥にある真剣な眼差し、あとはですね、本当にもう命がけでやりたいということは、これは私そこそこ自分はいい夫だなと思ったんですけど、命がけという言葉は自分に対して使われたことないんですけども、地域のために命がけにやりたいという話があってですね、これは本物だなということで、なんとか支えてあげたいなと思いまして、会社をすぐに退職して、すぐにですね庄内の方に移住してきました。